立浪監督、反省しないと。DH 中田をやめろ。敗戦後の立浪コメント。小笠原が初回4失点。初回にやられることはあるが、なんとか4失点で抑えてれば、あのスリーランは抑えないといけない。バッテリーが反省しないといけないところ。打線は伊藤選手に3安打完封負け。全く攻略できなかった。ワンサイドになる中で打つのは難しいが、もう少し打席で工夫しないと淡白に見える。その辺は打線の課題。明日勝てるようやっていくしかない。中日側はマジで何も得るものがなかった試合。軍事が幸せなら OK です。日ハムに移籍したんすか？マジでショックです。最後にブライトが気迫を見せてくれた。ベンチにいる立浪さんやばいぞ。失点しすぎて顔から感情が消えてる。もはやかわいそうの息や。もう、初回に試合の全てが決まったよね。しっかり9回まで伊藤に投げられるの辛い。代打の村に祈る新庄監督って優しいな。立浪も、もっと選手一人一人に情をかけてくれ。今日の負けは采配云々じゃない。シンプルに小笠原が攻略されて、初回に修正しただけや。まあ、明日頑張ろう。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。